ニュージーランドから三つ子の姉妹ジョアンナ・ダニカ・ケリー・アイトケン選手です。この3人20歳になりました。4年連続でワールドカップには出場しています。技の完成度も上がりましたね。綺麗なジャンプが決まりました、はい、それから三つ子ですからもうシンクロはぴったりですね。ぴったりですよね。また女性らしい非常にしなやかないい演技を見せてくれました。アイトケン姉妹得点は 8.75、 4位でした。メリッサ・リード、メリッサ・デイビス、リー・ヘンビル選手、オーストラリアのトリオです。曲はウォーキング・イン・ザ・ネオン。トリオとなってまだ1年、初めての国際大会だそうです。動きはこうシンプルなんですが非常にメリハリがあってすっきりとしていていいですね。決勝は勢いがありました。3人の一戦もありましたね。得点は 8.76、 初出場で表彰台です。オーストラリア代表、日本の男性トリオです。樋口隆夫、高良正弘、上松雄太選手、それぞれ北海道、大阪、東京という遠距離のハンデを乗り越えてこのトリオとしてはワールドカップ初出場を果たしています。それぞれ実力のある選手なんですが、もう一つ3人の息の合ったところが見たかったと思いますね。男性3人ですから力強さはありましたね。得点 8.63、 5位です。続いては日本チャンピオン向山恵子、松沢元美、吉山清美選手のトリオです。曲はサバイバー。技の難度、完成度も追求してきました。腕の表情も面白いですね。綺麗なキックではフォーメーションの入れ替わりがありました。ジャンプも OK でしょう。E 難度のサポートです。床面を広く使ってますね。そうですね、このように広がりのある動きというのは意外と構成少ないんですよ。ここでもまたフォーメーションの入れ替わりです。非常にタイミングがいいですね。細かい振りなんですけれども、よく3人がね揃ってますね、はい、ベテランの向山選手に、2人の選手もぴったりと合ってますよね。見劣りがしません、はい、とてもいい完成された演技だと思います。大変完成度の高い演技を見せてくれました。日本女性トリオ3人とも、もう思いっきり伸び伸びと動き切ったという、見ていてとても気持ちのいい内容でした。振り付けはいかがでしたか。そうですね、3人の位置の変化とか非常に巧みに生かされてましたね。演技に幅がありました、うん、芸術性でも高い評価が得られると思います。一人一人がまた満足そうな表情をしています。得点は 9.01、 あと一組を残して現在トップに立ちました。
トリオ部門最後の演技者です。ディエゴ・デビルイ・ロザノ、ルチアノ・ハンツ、フェルナンド・ローリャ、アルゼンチンの選手です。ハンツス・ローリャ選手に男性シングル2位だったロザノ選手の入ったトリオです。この3人は友人としてもとても仲がいいそうなんです。いいタイミングですね、はい、息がぴったりですね。ジャンプもいいんじゃないでしょうか。 F 難度のプッシュアップです。この辺の力強さはやはり男性3人組ならではですね。そうですね。ジャンプも皆さん揃って高いです。競技エリアが狭く見えますね、はい、ちょっとサポートお尻がついてますか。の入れ替わりをうまく活かしてますね。勢いがあります、ね、最後もリフトから入って決まりました。最後までも一気に動いてますよね、うん、3人の息がもうぴったりでした。ナンバー1、はい、アルゼンチン代表トリオのルーティンでした。That was number one. 特にフロアでの力強い動きが目立ちましたね、はい、あとは3人のタイミングがよく合っていて最後まで勢いが途切れない力強い演技でした。得点を待ちます。ここまでは日本がトップ 9.17、 アルゼンチンのトリオが初優勝です。日本のトリオ惜しくも2位でした。もう大健闘でしたね。アルゼンチントリオではロザノ選手がチームをよくまとめました。アルゼンチンは今のモメントが非常に難しいです。私たちはピリアムを持っていますので、ideaは、お客さんが感じて、私たちは不安を感じて、私たちは不安を感じて、Nosotros la sentimos arriba del escenario. Gracias a ustedes.